僕が育ったところがすごく海が近くにありまして、まあ、そういうちょっと原風景っていうか、今回もそうかもしれないですけど、ちょっと波のこう揺らぐようなイメージというか、僕自身ちっちゃい時から少し多動の気があったりとか、まあ、あと少し、まあ、ちょっと家庭のちょっと複雑さとかそういうのもあるんですけど、ちょっと揺らぐようなそういう感覚みたいなものがあって、肯定と否定がちょっとこう絶えずこうせめぎ合うというか、まあ、そういうのを、まあ、色彩であったりとか、筆致であったりとか、その筆跡であったりとかに置き換えて絵を描いてます。まあ、今回作品は、まあ、ほとんどが実はちょっと連続性とか、その作品のそのフレームを超えてなんかつながっていくような感覚をすごく意識してまして、これは僕は「イエスタデイ」っていうタイトルをつけて、これは「トゥモロー」っていう、まあ、ちょっとこう対比するようなタイトルで、まあ、一番向こうの作品は「トゥデイ」っていう、まあ、その昨日と明日にこう挟まれて、でもそれでもその今日っていうのはやっぱり昨日をまあ否定しつつもまたこう肯定することでもつながっていくし、結局なんか未来って過去からこうどんどんそういうものの繰り返しの中でこう築き上げられていくんじゃないかなっていうふうに思ってまして、まあ、僕その絵画ってやっぱり美術ってなんかその人間がその人間を探るときにやっぱその自分は何者なのかとか、なんかそういうところが大切だと思うんですけど、そういう意味でのまあそのアウト・オブ・ザ・ブルーっていう、なんかその今までちょっと思いもよらなかったというか、まあその見えてなかったものがまた新しく見えてくる、まあ、そんな展覧会になればすごく嬉しいなっていうふうに思ってまして、